ました。今日は皆さんにバシバシ飛ばしていきたいと思いますこの場をお借りしてバシバシと壇上から飛ばしていきたいと思います。先ほど慈しみ深きで賛美しましたけど、まあ、今回歌ったのは旧賛美歌の昔の歌詞のやつですけど、英語の歌詞だと What a friend have in Jesus という歌詞題名タイトルなんですけど、まあ、日本語で皆さん多分英語今の聞いたらみんなわかると思うんですけど、わからないのは私だけかもしれないので日本語で言うとイエスという友達がいることはなんて素晴らしいことだというタイトルです。だから私たちはそれを賛美してるわけですね。今ちょっと日本語だと慈しみ深き友なるイエスというふうに歌ってましたけど、もっとこう敬語がそんなに、まあ、丁寧な言葉はあるんですけど英語はそんなに敬語みたいなのが明確でないので、What a friend have in Jesus って言ったらイエスっていうダチがいんのっていいよね、すごいねっていう、そういう感じですよね。皆さんどうですか、信仰が崩れていきません？あ、イエーイって言ってる人いるけどなんか突き抜けてますね例えば私がですねイエス様イエス様っていつも言ってますけど、急にある時からイエスはイエスはと言って言ってたらどうでしょうか。実は私同志社大学ではずっと説教学でも何でもイエスイエスと言ってたんです。でもこの教会に来たら皆さんがイエス様と呼んで、そして私も小さい時育った教会でみんなイエス様と呼んでた。もうちょっと古い人になるとイエス様じゃなくてエス様になるエス様エス様って言ってたんですね。はい、青山学院では皆さん来た牧師先生はイエス様の前に主とつけて主イエス主イエスと呼んでいたので、青学の生徒はそれを聞いてシュエスシュエスって分かんないですからね、シェースシェースってやつが相当すごいやつらしい、聖書の中にシェースってやつが出てくるのかと思って探した、そういう感想を書いてる人もいたそうですけども、もし私がイエスイエスと言ったら、なんかその呼び方ちょっとぶっきらぼうじゃないのと思ったりすると思うんですよね。イエス様イエス様って呼んできたらなおさらだと思います。でも私たちはいずれにしてもイエス様をあがめて神様をあがめて生活してますけども、でもそれだけかなということが今日聖書で学んでいきたいと思います。イエス様は今日何て言われました？私たちのことを友と呼ぶと言ってくださいました。もし私たちが神様との関係をただの主従関係として終わらせてしまったらこの箇所はどうなるでしょうか。神様は何を私たちに求めておられるか、神様との友情関係はどうなっているのかっていうのを見ていきたいと思います。その意味で開かせていただいたのが今日の御言葉なんですけど、モーセがシナイ山に登ってからだいぶ日数が経ってもう死んじゃったんじゃないかと、あの人どこ行っちゃったんだと、もう戻ってこない、もうずっとモーセに従っていけばいいだけの人々はモーセに従っていろんなことを経験してきましたけれども、モーセがいなくなっちゃった、もうバラバラになってしまったわけですよね。もう羊飼いのいない羊たちになってしまったわけです。そして、彼らはもうだんだん不安になってきて、何をしたかっていうと自分たちの金銀財宝出し合って、お牛を作ってですね、それをこれが神だと崇め始めたと書いてあるんですね。神様は銅像や偶像を作ってはならない、そしてそれを神としてはならないということもまあ言ってたわけですけれども、それにすぐにもう反してしまう。あれだけ、私たちは従いますと言ったにもかかわらずもうすぐに舌の根も乾かぬうちに背いてしまったということです。で、飲めや歌えの大騒ぎをしている人たちに神様ご覧になって、モーセはわからないですね、モーセと一緒に山の上で神様を交わってたわけです。何を交わってたかっていうと、これからあなたたちはどういうふうに歩むべきかっていうのを教えてたんですね。で、その最後に神様は今すぐ下山しなさい、あなたの連れ出した民はすごいことになっていると言うんですね。直ちに下山せよ、あなたがエジプトの国から導き上った民は堕落し、早くも私が命じた道からそれてと、若い御牛の鋳造を作りそれにひれ伏し生贄を捧げて、これが神だと叫んでいると言うんですね。
さらにですね、十節では、今は私を引き止めるな。私の怒りは彼らに対して燃え上がっている。私は彼らを滅ぼし尽くし、あなたを大いなる民とすると。これまで何度も何度もアラノの旅する中で、食べ物がない、水がない、たまには肉も食べてみたい、その一つ一つの不満に全て神様は答えてきたんですよね。ある時はマナを降らせ、そして岩から水を出し、うずらが飛んできて肉を食べて、そして彼らは信仰的に成長するはずでした。神様の計画では、でも相変わらず彼らは変わることができなかった。指導者がいなくなると、自分たちの考え、神様がどう思っているかよりも自分たちがどうしていきたいかの方が大事になってしまって、そして金の子牛を作って拝むということになってしまったわけですね。そこで神様の怒りも頂点に達する。そんな神様の怒りをなだめてモーセが言うのが11節からですね。モーセは主なる神をなだめて言ったと。主よ、どうしてご自分の民に向かって怒りを燃やされるのですか。あなたが大いなる道からと強い御手を持ってエジプトの国から導き出された民ではありませんか。どうしてエジプト人に、あの神は悪意を持って彼らを山で殺し地上から滅ぼし尽くすために導き出したと言わせてよいでしょうか。どうか燃える怒りをやめ、ご自分の民に下す災いを思い直してください。どうかあなたがと、続くわけですけれども、もうなだめてくださいすごくないですか。もう彼らがやってることはもう罰せられて当然のことしてるわけですけれども、それでも違うんですと、神様違うんですというふうに彼らを愛するわけですよね。注目したいのはですね、神様がおっしゃったことに対してモーセが反論をしているということです。神様は7節で何て言ったかというと、モーセに対してですね、あなたがエジプトから導き上った民って言ってるんですよ。モーセよ、あなたが導き上った民だって言ってるんですね。でもその神様に対してモーセは、いや、あなたが力強い御手の力を持って導き出した、あなたの民でしょって言うんですよ。お互いに譲らないです。私が導き上ったわけです、あなたの民こういう経験あるんじゃないですか。面白い箇所だと思いませんか。双方の主張ってね、合ってるんですよ。モーセの言うことも真実です。あなたが力強い御手を持って導き出した、そうですよね。モーセの力では銃の災いを起こすこともできなかったし、イスラエルを解放することももちろんできなかったです。でも神様の言い分では、モーセがリーダーになって導き上ってきた民でもあるわけです。お互いの主張がガチンコしてるわけです、ここで。まるでですね、こういたずらをした子供を見て、その両親がその原因を押し付け合ってるみたいな感じに見えるんですけれども、子供がいいことをすればですね、皆さんどうですか？自慢の息子だ。自慢の我が子、見てください皆さんって言いたくなるじゃないですか。悪いことしてたらね、あの人の親って誰ですかって言うと、変な親いたもんですね隠れていったりしてどうですか。私もね、息子のジョー君いますけど、本当に面白い子で、風呂から出てきたフルチンでもめっちゃ踊ってるわけです。変な踊りとか踊って変な顔とかしてね、それを見た新子さんはね、いやー、たかしの子だわって言うわけです間違いなくたかしの子だと。いや、しんこの子でもあるでしょと言いたいんだけども、なんか思い当たる節もあったりするので、あえて反論はしないんですけども、でもどうですか皆さん、私の子だったらそんなことすると思いますか。皆さん決してそんなことはしないと思うんですけれども、ただ事実してるんですよ。それがこのなんかこう、私この箇所見た時にすごい思い出して、なんかこう神様とモーセの関係は、まあ夫婦の仲のいい夫婦のようでもあり、友人のようでもあり、単なる主従関係ではないなということが分かったんですね。もしこの最後の箇所、モーセはの言葉を聞いて主はその災いを思い直されたという箇所を、もし私たちが単なる神様との主従関係だけでこの箇所を読んだ意味が分かんないと思います。なぜ全知全能の神様、全ての宇宙を創造され、今も支配され、最善に導いていこうと、全ての計画をご存知の方が、
思い直されるなんてことは神学的にはちょっとよくわからないんです。神様が思い直す、後悔するなんてことがあっていいんだろうか、そんなこと神様なんだろうかと不思議になっちゃうんです。この記述の箇所は私たちに面白いことを投げかけている。しかもこの箇所だけじゃないんですよ皆さん。神様がこうして思いを新たに考え直される箇所っていっぱいあるんです。ノアの時もそうでしたよね。私はもう生きているものを二度と滅ぼすことはすまい、人の思うことは幼い時から悪いのだと分かってたはずですよね。でも思い直されたような記述があるんです。アブラハムの時もそうでした。皆さんすごいことだと思いませんか。神様は自分の力を制限されているような箇所がいっぱいあるわけです。ただ正論を述べる、こうなってるんだあなたは従いなさいと言って、ただガーッと道を進めていくようなお方ではないということが示されているんです。これはすごいことだと思いませんか。その一つの思い直しで世界が変わってしまうということですよ。神様がご計画されているその全ての御国のプランに私たちが議論することができるということはすごいことだと思いませんか。そしてそれを神様はしっかりと受け止めてくださるということです。イエス様が言われました。今日の箇所ですけど、私の命じることを行うならばあなた方は私の友であると。イエス様が比較しているのはしもべと友ですよね。それから、もう一つ、友人、しもべと友。しもべ、しもべって言ったらまず主人に使えますよね。それは契約関係です。ですから主人が無茶なお願いをしても従わなきゃいけない、それは契約です。そしてもし主人が怖い人だったら恐れから従うでしょうね。そこには友人関係はありません。契約関係があるだけです。ですから従うんです。それは親密な関係というよりはどちらかといえばちょっと冷たいような、何でも通ってしまうような、そういう関係があると思います。でも友ってどうでしょうか。皆さんにもお友達がいると思いますけれども、そのお友達はあなたに対して命令をしてきますか。まあ、時にはするかもしれません。でもずっとその人の命令にあなたは従ってきましたか。友達の命じることにあなたは従ってきましたか。それが友人関係でしょうか。友人関係って違いますよね。私たちは友人が大好きじゃないですか。大好きな友のために、ああ友達が誕生日だったら今日はパーティーを開いてあげようかな、言いますか。誰か友達がね、私のためにパーティー開いてくれる、私明日誕生日だから、ケーキはこういうサイズ、それが命令、主人と奴隷の関係です。でも友達だったら、本当に相手が好きだったら、あの人をもっと喜ばせたい、あの人こうしたら喜んでくれるに違いない、そうやって挑戦していって、サプライズをしてみたりして相手が喜ぶのを見て自分の喜びにもなってくる、それが友人関係じゃないですか。私たちはイエス様を愛してるんですよね。その愛してる方がやろうとしてることを手伝いたい、そして喜んでほしい、それが私の喜びだと思って、私の命じることを行うならばというのは命じられてするんじゃないです。主のためなら、そして主が愛しておられる全ての人々のために仕えるというこの素晴らしい御国の拡大のためなら、私は何ができるんだろう、何をしたら私の喜びであり私の喜びを主が喜んでくださるんだろうという、これです。これが主との友人関係なんですね。でもじゃあこのヨハネの福音書の15章の時点でもう弟子たちはもうイエス様中心で、その生活でもうイエス様以外何も見えてない、もう御言葉に真剣に従って、もう他のもの、世の嵐には目もくれず御言葉中心、御国の拡大で言ってたでしょうか。全然言ってないですよね。まだまだ不信仰で、十字架と復活も経験してない、まだまだイエス様がどなたかっていう確信もない、そんな中でもその人たちを呼び集めて、私はあなた方を友と呼ぶって言ってくださってるんですよ。何か信仰的に深くなったら、何かやったら、どういう立場になったら、
教会でリーダーになったらあなたを友と呼ぶって言ってないんです。私はあなたを友と呼ぶっていきなり言ってるんです。まだ信仰も確かじゃない人たちに向かってですよ。すごいことだと思いませんか。主は友達が欲しかったんだねって言ったんですよ。ある方が、ある宣教師がこの箇所を見て、イエス様って友達が欲しかったんだねって言ったんです。そうですよね皆さん。あの十字架の時、自分が一緒にいつも生活してた12人の弟子たちさえもいなくなっちゃうんです。主はそのことが分かってたんですね。主ですから。きっとこうやってみんなは今一緒にいてくれるけど、その時になればみんな私のところから離れていってしまう。それが分かってるからこそ、私はあなた方に友でいてほしい、そう言ってるんじゃないですか。皆さんもどうですか。私がこう先にこうなるだろうと思った時に、それがちょっと確実になった時に、そしてもう私は一人ぼっちになってしまうかもしれないという、そういう時に誰かに一緒にいてほしいなと思いませんか。主がこう言ってるのってそういうことなんですね。私の友になってほしい、そういうことを言ってるんです。神様の願いもそうです。今日の御言葉は、私の名によって父に願うならば何でも与えられるようにとイエス様はおっしゃってるんですね。今日のそのヨハネの15章の最後のところにそう書いてありますけれども、イエス様はそうおっしゃってるのは、これが友人関係の祈りだということです。モーセは不信仰な人たちのために神様と議論しました。そしてあなたおかしいですよとさえ天地さえ言いました。私が導き上った、確かにそうかもしれない、でも主よ、あなたご自身が彼らを救うとおっしゃって、あなたご自身が力を使ってくださって、あなたご自身が荒野の旅をここまで導いてくださり、約束の地に連れて行ってくださると、あなたが、誰がお願いしたからでもなく、あなたご自身がそう契約されたんじゃないですかというわけです。そして神様は思い直される。神様はこの考えられないような思い直すということを通して、私たちにこの主従関係を超えた関係になってほしいと願っておられるということです。アブラハムを通して、ノアを通して、モーセを通して、私たちに語られているのは、そしてそれがずっと何千年も、モーセに至ってはモーセのことを信じるようにとさえ書かれているんです。そのことを通して私たちに教えたいのは、私はあなたと単なる主従関係、主人としもべの関係を超えていきたいんだと、友達になりたいんだということを言ってるということです。だからこそ私たちはその方に対して祈り求めていくことができるんじゃないですか。思い直してくださるんですよ。もしそれがご計画だったとしても、主よ、おかしいんじゃないですか。あなたが、私がこんなに苦しんでるのを見て、世の人々が、ああキリクリスチャンにはならない方がいいと思わせたいんですか。どうなんですか主よと対決してください。そして引き出してください。神様に対する自分の気持ちを引き出してください。そして神様からご自分に対する愛を引き出してください。それを求めておられるんです。友人ですから、それが可能なんです。そしてそうしてほしいと願ってるんです。神様はいつも一緒にいて、自分の思いを通すだけの友人とあなたは一緒にいたいと思いますか。例えば私がですね、行きたいレストランがある、あなたはそれに行くことしか許されてない、そこであなたが食べる料理はすでに決まっている、私はお腹が空いているから全てのコース料理を食べるが、あなたはデザートだけを食べなさい、それが私の友人関係としてのルールで、どうですか皆さん。そして帰りには映画を見よう、あなたは大人だけど私は今日はドラえもんが見たいんだ一緒に見ようじゃないか、それがあなたに唯一許された映画を見るということである。そして映画を見た後にはその映画の感想を言おう、しかし映画の感想を言うのは私だけだ、あなたは聞くだけが許されて、どうですかこの友人関係、全然素晴らしくないですよね。なんか私今喋りながら、私なんか日常的にこれしてるような気がしてきたんだけどやべえなと思いながら、でもこんなことを本気でしていたらどうですか皆さん、いなくなっちゃいますよね周りから人が、あの人とは友人になれないな、友情を築けないな、かわいそうな人だなと思うんじゃないですか。神様の愛の現れであるイエス様はどう歩まれたか考えてみてください。
私の命じることをしなさいしなさいだけの方でしたでしょうか。いや、むしろその口で説明するより神の御国の福音を例え話で話す以上に何をされましたか。すべての人たちのところに行って、そしてその人たちを食事をして、その人たちの病を癒して、そしてその人たちが霊に埋めているならその人たちの霊を解放してあげて、あらゆることでその人たちに関わっていったんじゃないですか。しかも友人として。だからみんなこの方についてきたいと願ったんでしょう。ピーク時はどうですか。イエス様の友達になりたいという人たちは何万人もいたんですよ。これが真実の姿です。私たちはそんなイエス様の歩みと神様の愛に心打たれたはずです。そして自分たちの罪が深かったことを認めて、イエス様ごめんなさいと十字架の前に許しを請うたんじゃないですか。救い主として地上に来られて、あなたの友人になりたいと言ってる方が、もし主従関係だけを大切にされてる方で、思い直すことのない方で、主旨貫徹されてる方だったら、私たちはもうこの地上にいません。すべての民は罪のゆえに滅んでるはずです。でも主は思い直された。あのイスラエルの人たちの災いを下してすべての民を滅ぼそうと決めたことを思い直されたよ。思い直すためには犠牲が必要でした。だってすごい恥ずかしめじゃないですか。ご自分の計画を曲げるんですよ、神様が。なんだあの神は、バカにされるに違いないんです。でもそれでもいいと思ったんです。なんでですか。それは主は民を愛してるからじゃないですか。民と友達になりたいから、主従関係を超えたいからです。だからそのためだったら痛みを負ってもいいと思って、それが十字架じゃないですか。自分の命を失ってもいい、それでもこの目の前にいて自分のことわからないと言ってる人たちと共になりたいんだと、その気持ちじゃないですか。私たちはその気持ちを知って主よと信じたんじゃないですか。そこに戻りましょう。今諦めてしまった祈りありませんか。聞かれないからと思って忘れてしまった祈りありませんか。思い出してください。そしてもう一度願ってください。今度新しいやり方で祈ってみたらいいんじゃないですか。なぜあなたは聞いてくださらないのか。あなたは私を祝福したいんですよね。あなたは私を救ってくださった方なんですよね。あなた生きて働く姿を私たちに教えてくださるんですよね。じゃあ私の人生にそれを表してください。いつなんですか、それいつなんですか。さっきも詩編で読みました。いつなんですか、いつなんですか。ダビデもそう言いました。それが真実じゃないですか。明日ですか、明後日ですか。主よ、あなたが私の人生に素晴らしいことをしてくださるんですよね。してくださらないと、周りの人たちはクリスチャンなんてなるもんじゃないと言いますよ。エジプトの人たちもそうだったんじゃないですか。イスラエルの民を出したのはあの山のふもとで殺すためだと、そう言われちゃうんですよ。言ってみてください。そしてその祈りを神様全部受け取ってください。そしてあなたの人生の中に、今までこうだったのに急に天の御国の法則が変わって何か新しいことが起こってくるかもしれません。いや、起こってくるでしょう。だって聖書に書かれている約束ですから。私たちにそのように付き合ってほしいと願っている方なんです。私も昨日夕方に38度の熱出ました。そういう祈りをしました、寝床で。なぜですかと。こんなに私の素晴らしいメッセージが皆さんに聞かれなくていいんですか。そんなしょうもない祈り してないけど、でも私はあなたを礼拝したいんです。でもできなくなりそうです。本当に体も痛かったし寒気もすごかったんです。これ間違いなくインフルエンザだと思いました。もうダメだと。こうなったら皆さんを道連れにするしかない。そんなことは祈ってませんけど、そうなっちゃいますよという気持ちでした。でもそうやって不平不満を漏らして、そうでないとあなたの素晴らしい礼拝が一人欠ける人が出るんですよ、それでもいいんですかと。私は祈りたいんです、賛美したいんです、あなたの御言葉語りたいんですと願いました。そしたらものすごい汗が出てきました。そして、
もう3回も着替えました。でも熱が下がりませんでした。いつもの風邪だったら1回汗かいたら下がるんですよ。私汗かくプロなんですよ、汗かきなんで。でも3回汗かいても無理だったので、明日は本当に病みながらメッセージを語るんだろうなと思って、まあ、それでもいいですしようと言って眠りについたんですけど、朝起きたら6度4分になってました。主は本当に素晴らしい方、そういう祈りをしたからこそ私自身の罪深さも明らかになるわけです。何なんですかあなたと言っていたのに、そんな私に対してさえもこうして恵みをくださる、わあ主は本当に素晴らしい方、本当に友なんだ、いつも見てくれるんだ、何でも受け取ってくれるんだ、すごいな。もし主従関係だけだったら、それしか知らなかったら、主と友人関係になれるということを知らなければ、私は自分に対する疑いと主に対する疑いでいっぱいになってたでしょう。何なんですかあなたは、あなたが私にここで語るようにいつも命じてるんじゃないですか、なぜできないんですか、なぜそうなんですかという疑いしかなかったと。でも主よ、なんでなんですかと大胆に見舞いに進み出ることが可能になったことで、この自分自身のその自己中心的な罪深さと、それに対する主の憐れみと大きく感じることができることもできるということを知ることができました。どうぞ皆さんもチャレンジしてください。主はそれを求めておられます。皆さんの正直な気持ち、あなたの心の底で誰にも語れないそのことを知りたいと願っておられるんです。そしてそれを知った時に主がどう動いてくださるか、ワクワクしませんか。期待しましょう。祈ります。イエス様、感謝します。あなたが私たちといつも一緒にいてくださるというのは、私たちと共になるということだったということを感謝します。あなたが私たちが思い描く以上に私たちのことを愛し、私たちがまだあなたに逆らっていた罪人の頃から友と呼んでくださり、私たちのために友になりたいと一心で人となってきてくださったことを心から感謝します。神が人になることは力を制限することでした。それでもなお私たちに友と呼んでほしいと、友になってほしいと言ってくださっている方であることを本当に感謝いたします。私たちのすべてをあなたの喜びとしてくださっていること感謝します。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。それでは聖餐式